怖いか。お前はアイゼン様に不要とされた。お前はここで誰にも触れられることなくたった一人で死んでゆく。怖くないよ。お前とお前の仲間の結末はすでに決まっている。恐怖と絶望から逃れるための本能の一つだ。人間どもの無意味な錯覚に過ぎ。全く同じことを感じるなんてありえないかもしれない。だけど相手を大切に思い合って心を一つにするって、きっとそういうこと。心とは何だ。その胸を引き裂けばその中に見えるのか。井上から離れろ。そのつもりだ。貴様を殺すことはラスノーチェスを守ることと同義だ。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。対等の相手として認めたと思っていいのか。仮面も出さずに俺のセロに耐えたか。その女はもはや我々の同胞だ。救い出すことに意味などない。それはてめえが決めることじゃねえ。よく見ろ見ろ。ほとんど切れてね。前に戦った時のてめえは動きが全く読めなかった。それが読み取れるようになったのは俺がホルオに近づいたのか。俺がお前ら人間に近づいただと。蝶がソウルソサエティに。これでしばらくはゆるりと潰して行こうかの。何も。どうもの。前例を落としてここで叩き潰せ。肉裂かれようと骨の一本。やれやれ、総隊長お前。お前だ、顔を貸せ。あ、なんすか。それは総隊長とて例外ではない。ほどいとらんぞ。何？人を殺すことしか考える。石腕で挑むその勢い。なんだ、ラロス、よく戦った。君が2番だと嬉しいんだけど。そう、
残念だな君。お前たち人間の気休めだ。恐怖脳の一つだ。全く同じことを感じるなんてありえないかもしれない。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。とりあえずはこの相手として認め、破壊すべき対象としては認めた。ノーチェスの天蓋の上。そうだ、ラスノーチェスの天蓋の下で禁じられているものが2つある。閉ざせ、ムルシエラゴ。動揺するなよ、構えを崩すな。そうしていなければ今頃貴様の首は俺の足元にあった。見える。黒崎一護、月牙を撃て。今ここで俺に撃ってみせろ。力の差を教えてやる。やはりセロ、そんなもんと一緒にすんじゃねえ。そうか、お前はまだ見ていないのか。セロオスキュラス。なんだ、上で何が起きた。石田君の力で私をこの天蓋の上まで運ぶことって。理解したか。その力は天地ほどにも隔たっている。人間よ、死神が力を得ようとフォローを真似るのは妥当な道筋だが、ゲスが無駄だと言っているんだ。なぜ剣を離さない。これだけの力の差を目にしてまだ俺を倒せると思っているのか。てめえが俺より強かったら、てめえが強いのなんか最初から分かってん。ザレ事だ。知らぬなら教えてよ。レスレクシオ、セグンダ・エーターパ。この姿はアイゼン様にもお見せしていない。この姿を目にしてまだ戦う意志があるのか。だが命を捨てた目もしていない。勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ザレ事だ。
生きているはずがない。その姿は何だ。バカな、今のは紛れもないゼロだ。嘘だよ。俺の能力の最たるものは攻撃性能じゃない。俺だけが脳と臓器以外の全ての体構造を超速再生できる。ランサデル・レランパーゴ。なんだと。聞こえないのか黒崎。やめろと言ってるんだ。俺が助ける。腕も足も体も再生しつつあるが、見せかけだけだ。黒崎くん。開けられたはずじゃなかったのか。チッ、ここまでか。殺せ。俺にはもう歩く力も残ってはいない。こんな勝ち方があるかよ。最後まで思い通りにならんやつだ。ようやくお前たちに少し興味が出てきたところだったんだがな。そうか、この手のひらにあるもの